臨済録それでは臨在録え。ちょっと長い文章になっておるようですが、ざっと読んでいきましょう。大徳三害安きことなくなお固くのごとし。これはこれ何時が久しく定住するところにあらず。無常の先一刹那の間に寄せ老牢を選ばず。 何時は祖物と別ならざらんと発せばただ外に求むことなかれ何時が一年心情の症状孔はこれ何時が送りの発信物なり何時が一年心情の無分別孔はこれ何時が送りの方心物なり何時が一年心情の無差別孔はこれ何時が送りの 化身物なりこの三種の実は、これ、何時、すなわち、何時、根婚、目前、長望亭の人なり、ただ、外に向かってちぶせざるがために、この交うあり、教論家によれば、よらば、三種の実をとって、極速となす。 三蔵は賢女に訳すれば叱らず。この三種の実は、これ、妙言にして、またこれ、三種の絵なり。個人曰く、実は義によって立って、立て、土は体によって論ずと。保守生の実、保守生の土、明らかに死ぬ、これ、 紅葉なることを、大徳、何時しばらく紅葉一切紅葉を浪する体の人を指揮しせよ。これ、諸仏の本源にして、一切しをこれ、道路が記者のところなり、これ、何時が次第、指揮心は、 説法調望する、あたわず。非意、簡単は説法調望する、あたわず。国空は説法調望する、あたわず。これ何者か説法調望を良くす。これ何時目前、歴々定にして、一個の行断なくしてご命なる。これ車庫、説法調望を良くす。 もし核のごとく見得すれば、すなわち祖物と別ならず、およそ一切自中、さらに簡単なく即目皆なせなり、ただ、上、正ずれば、死隔たり、死核たり、どっちでもいいですね、えー、そう変ずれば、対異なるがために、故に三害に輪廻して、主従の を置くもし三蔵は賢女に訳すれば人人ならざるはなく下脱せざるはなし。でイリア先生の訳を読んでみましょう。諸君三害凡舞の迷いの世界ですね。欲界識界無識界と、まあ、理屈っぽくあのここの三害万例の位牌がありますが三害この世の中。 過去、現在、未来も含めて、えー、地獄、ガキ、畜生、修羅、人間の世界も超えてですね、まあいろんなところの世界、諸々の世界でしょう。いろ諸々の土の中、水の中、空の上、えー、過去の世界、未来の世界、いろんなボンブの迷いの世界、まあ理屈の世界かもわかりませんね。は、なかなか安定した、 安住の地じゃないよと、安きことなく火事になった家のようなところだ。これはあの法華経の、えー、この比喩本でありますね。我々比喩本であの白陰はあの長者の家のことなりて貧利に迷うに異ならずと言いますね。同じ比喩が同じように出てますね。えー、火事になっている。だからその火事というのはもう、 皆、ここは安住の地やと、あの上落画ねここはあの楽しい。そして永遠の世の中やと。あよく錯覚,しか錯覚しますね。健康な時は。ずっと生きていけるんじゃろうかなともう。まあ私も思いますね。もうこのままずっと生きていけるような気がするなと思いますが、<laughs> そうじゃないみたいですね。周り見たら。もう100年もちませんが。 あのでここは安全やないかと、まあ、ロシアで、ね、テロや言いますけど、まあ、変な世の中ですね、えーまあ、そういう安全じゃない、地震があるあ、あるいは津波があったり、火事があったり、台風があったり、いろんなことがある、それを安楽の地、極楽は、えー、ここにあるのに、方便を使ってあげる。 まあ、おもちゃがあるよとかですね、素晴らしいスポーツカー買ってきたからみんな一緒に乗りませんかと言う。まあ、ゾウさんに乗らせていく。そういう法華経の、あのー、ストーリーがあります。それを引用しているんでしょう。えー、ここは君たちが久しくとどまるところではない。とどまっていますね。だけど。死という殺人鬼は一国の絶え間もなく、 気仙老用を選ばず、その命を奪いつつあるのだ。まさに現実はその通りです。君たちが祖物と同じでありたいならば、決して外に向けて求めてはならぬ。祖物というのは、生じ、脱得、生き死にを超えていく。えー、永遠、不滅の、えー、そういう世界に遊ぶ、湯気残埋している。 うーそういう祖物と同じでありたいなら祖物と同じで立場で生きておいたいならば決して外に向けてはならない、えー、君たちの本来の心に備わった象徴の光が私の真心、ね、にっこり笑っているおはようございます そういう心が、光が、君たち自身の発信物なのだ。まあ我々ほどけれたら、えらいもう、ね、次元の違う偉い、素晴らしい力を持った、あの、そういう存在、パワー、イメージを持ってますね。発信物だ。何という感じでしょうね。私が発信物。その中の、私の中に備わっている光、清らかな心。 ね、それまあ清らかな心というそれ心言葉ですが、うん、そういうイメージをー与えてますねえー、弟子たちの前でお前たちの素直な心がそれが仏だ法身物なのだ君たちの本来の心に備わった資料分別を超えた光が君たち自身の法心物なのだ まあここでは、発信物、法心物、次に化身物、出てきますが、まあ、あの学者たちは、この三神という、えー、仏をですね、いや、これはビルシャナ仏が発信物、症状発信ビルシャナ仏、新人パー新肥ルーシャーノーフーで、従仏名、あの、白い本にありますね、新人パー新肥ルーシャーノーフー、炎門放心ルーシャーノフーフこれ法神仏、法心物。 先輩キャーシン、キャーシン、シキャムニブツ従仏名。新人、バーシン、ビール、シャーノーフ、エンモン、ホーシン、ルー、シャーノーフ、先輩、キャーシン、シー、キャムニフ、トーライアーサミ、ルソンプ魅力ブ、ミロクツですねうん。昨日も誰か言われましたよね。ミロク腐殺、信じてますかと言うんですね。ミロク腐殺はあの、56億7千万年後に生まれてくるそうですね。クゼ、クゼーシュ。 あの、イエスの後にまた、そういう、崩れしが現れるという思想も、キリスト教にもありますが、仏教にもありますね。マイトレイヤー。あまあ、そういう、うん、まあ、ここには三神仏の絵が入ってませんが、円門法針ルーシャーノーフ、先輩キアシンシーキアムーニーフ、到来屋さん、到来屋さん、到来というのはまさに今来ているということですよ。だから、まあ、我々、 重物名というのは到来屋さんミルソンというのはミロクブは今ここにいる私たち一人一人がミロクブに変わって、えー、家族を愛し兄弟仲良く友達仲良く社会と仲良くこれがミロクブでしょミロクブが世界中の一人一人がミロクブツったらテロも起こらないしそのテロリストの一番親分がテロは良くないというメッセージをプーチマに言ってますから笑いました私ね お前はなんか大義名分あるやけど大義名分はいらない、えー、どんな状態になっても暴力はいけないで暴力してますプーチンテロリストも、まあ、それは魅力物じゃないですね三神物じゃないです、えー、まあいいでしょうそこまいきましょう君たち自身の方針物なのだ、えー、君たち本来の心に備わった差別の世界を超えた光が 君たち自身の化身物なのだ、ね。無分別地、無差別、無差別地、差別をしない、分別をしない。そして、症状発信、清らかな真心。こういう立場を変えて、切り口を変えて、私たちの心の中が、お前さんたちの心そのものが、 あ仏なんんだよと言ってるんですねこの三種の化身仏心とは今わしの面前で説法を聞いている君たちそのものなのだ。ねえ。お寺へ来てあの仏像がこれは悪くないんですけれどもこれを。 仏と思って、まあ、仏の形に仏師は作ったんでしょうけどで、一生懸命祈ります。これも悪くはないんですが、我々ちょっとヘリクツを持っているわけでもないですが、あの素直な気持ちやったら素直にあの線香立てて礼拝できます。花にも礼拝できるはずですね。仏像やから礼拝できる。お墓やから お線香を立てられるそういうわけじゃないですねお線香はあのそういう気持ちがあれば本当に満ち満ちてこの部屋を少量のお部屋にね、えー、してあげたアロマテラピーという感じですね。はあ瞑想するメディテーションセンターとだからみんなそうやってますね。え三種の物心とは今わしの面前で説法を聞いている君たちそのものなのだ。外に探し求めない。 からこそこのような素晴らしい働きを備えているわけだ。えー、外に向けあの向けるなという意味ですね。心富裕というやつですね。自信を持てて、自信をきちっと自分の中に仏がいるんだという感じですよね。人材はこれをずっと続けていきますね。強羅の専門家は、まあ、学者たちはこの仏の三心を 仏法の究極としてまあ私は別に仏教学そんな詳しくは知りませんがあの私もあの提唱を聞いた時に対通老子でしたかねあのもうえらい怒ってですねお前たちはあの発信仏も放信仏も化身仏も知らんのかとか言ってですね私は眠たくない眠たいで半分寝てるのにですねこの壇上からですね ガーッと怒られられたことがあります。そんな知らないという感じですが、もう俺はもう疲れて眠たいやと。だけど、まあ師匠は一生懸命、一生懸命勉強を予習して教えてくれていると思うんですが、それぐらいは常識として知っとけって言い方で、まあ,あの、怒られたことがあります。三心物を知らんのかーと怒られました。三心を仏法の究極として学者たちは。 しかし、わしの見地からすれば、そうではない。この三神は、仮の名前であり、また三種の仮物なのである。三種の仮物。あの、また客中、また興味ある人は呼んでいただいていいんですが、何を、あの、仮物と言ったら、どこが言ったら、あの、今、皆さん同じページですかね、36ページ。後ろから2、4、5行目ですね。 またこれ3種のえなりと、委任状のいというやつです。人弁に衣。ところで、リア先生はあの文系古い文系を見たら、この人弁が抜けている衣やと言います。うだから衣、あ今日はあのブラウス着ようかなと、今日は寒いからあのオーバー、ダウン着ようかなとか、あるいは背びれ着ようかなとか、いろいろ皆さんあの服何着か持ってますね。で、着替えますだから あのただ中身は同じだけども今日はあのワンピース今日は背広今日はセーターという感じですねそれだけのことで、えー、それを今入谷先生は、えー、三種の借り物なのであるだから衣あの服なのであるだから名前が変わるあ「今日は赤い服着てますか」いろいう感じですね今日は学生服ですねとかですね 個人も仏心の区別は仏法の教理によって立てたもの。仏心の区別、三心の区別、従物も、従物の区別は仏法の教理によって建てたもの。だからいろんな働きによって、えー、教えによって、えー、だからこれを花と言います。これを目と言います。これを耳と言いますと。と あそれは分かっとるわとあ鼻目耳やと口やと、えー、どれがいいですかいたらどれもいいですね、えー、それだけのことです人差し指と中指と親指どっちがいいですかどっちも大事ですね薬指小指も、ねえー、もうそれさえ分かったら獣仏名も三神仏もあ,あの 味噌こそ一緒にするなとか、まあ、師匠に怒られておりましたけども私はもうただああという感じですねあの、えー、空気を吸いながら空気のあり方を知っているだけで空気の中身は知りません、えー、塩のねこれにがり付きの、えー、天然塩ですよと言うてもですね中に何のミネラルがあるのかあの横にはこうありますがうまいと思ったら体に言えいわけですね それだけだと私はいい加減なあな仏弟子ですが、えー、皆さんは、まあ、細かく微分積分を、えー、したい人は微分積分してですねで三千仏、ねえー、そういう、うん、本もあります。私韓国の盆栽から三千仏のですね皆三千人の名前があるんですよ。いやここんんんなな名前こんなんだ それをお経みたいに唱えているお坊さんがいました。で、おさん、プレゼントしましょう。これが一番えー、本ですよと。これには三千仏という、ねお、あの、仏の名前を全部聞きますから、素晴らしい力がありますから、これを唱えてくださいと。あ,ありがとうございますと。またそんないらんとは言いませんからね。ありがとうございますと。まだ、あ、一りも出ませんが、まあ、三千仏とかですね。まあ、あの、皆さんも体もこう持ってますけども、 あの医学部入りますと3回戦の時にはだ本科1年、えー、っと基礎医学の時にはあ解剖学をしますまあですね、まあ、筋肉から骨からですね一つ一つもう一日100個ぐらい覚えさせられましたあもう覚えても覚えてもですねつゆかつへと名前はいっぱいありますこれはどれが一番いい名前で使えたらそんなないでしょう 私は私なんだという感じで、そんなまあ、ね、プロの、えー、そういう人らは、そういう勉強する人は、こう勉強してもらってもいいけども、私たちはこれを愛用してます。目にあってはね、見えるじゃないかと。ね、親指、小指とか、愛しき線でも、ね、グーチョキパーができます。で、まあ、ね、そういう、あの、ありがたい機能を、もう、もうすでに授かってますからね。 えー、もう仏にな、仏なんですね、我々はね、えー。設定したものだ。だからそれは学者はですね、細かくあの微分をして三千の名前をつけても、それをまあ,ありがたいような形で呼んでいるようですが、別に私はいいです。と言っている。法相の仏心とか、法相の、法省の仏心とか、法相の仏国土。 と言っても、それは明らかに、ちらつきなのだ。まあ、イリア先生は面白い表現しますね。ちらつき。ピカッピカッとですね。まあ、えー、こんなもんですが、いろいろ、ちらつけさせてくれている。諸君、君たちはそれらをちらつかせている答体を見て取らねばならない、えー。こいつは一体どういうものかいいですね。ではあ 愛用したらいいです、ね、あの目にあっては見えるありがとうね鼻にあっては声をかけるありがとう口にあってはもぐもぐ食べたりおしゃべりしたりね飲んだり食べたりでありがとうですね本当に私はあのの持って生まれたその機能に対してもう感謝せざるを言えませんねこれ当たり前と思ったら当たり前なんですがこれほどありがたいものはないですね。う でそのちらつきをあのの見て取らねばならないそれこそが書物の出どころであるこいつじゃというところでしょうかねまあそういうちょっとアバウトなイメージがありますがうーんこいつ主人公という,うところの表現で私はもうそれで納得しておりますがまあ皆さん納得できなかったらもっと。 えー、突き詰めていいたただけたらと思いますそれこそが処物の出どころであちらちら見てねああだこうだとね、えー、そういうところで、えー、研究して、ね、やるのも悪くはないんだけども私はそうじゃないと臨済はそう言ってます私も臨済の弟子としてちょっと共鳴してますので、まあ、臨済の坊主でよかったなと思っております。 それこそが諸物の出所。これは天台のお坊さんやったら大変でしょうね。天台はやっぱり学者っぽいと思いませんか私はちょっとわかりませんが、信言というのはちょっと意味もわからぬように、おいだてえたむごてえたそうかとた、おんむごそまね、どうもくさんまんだ、ばあざらンんせんどんまわからしあた、そやたらうんたらたかんまんまあこれはですね、呪文。うなむからたんのうも、ぎゃてえぎゃてえもですね、まあ呪文は悪くはないんですが、 頭を使,使わない空っぽにさせる一つの訓練やと私はそれぐらいに思ってます。だから意味のわからん方が、だからあの外国の修行者は日本語をあんまわからん時に、お前まからりとしてます。みんな許せるんですね。悪口言われようがね。わからん、何もわからない。だからだ、だけど息を吸って、今ここでいき生きていくでやんでしょ。で、その中で、 その人の方が本当に素直なんですね。一つ教えると、はぁっとこう素直にやるんですね。で、素直に修行します。座禅します。とか理屈も持ってる人はね、こんな人で何何年とかですね。あのもうそういう人がいますね。まあ、私は、あの、何もわからん方が、あの、ありがたいなと思います。えー、あらゆる修行者の 終着点だこれこそが書物の出どころでありあらゆる修行者のまあ、うん、ゴールゴールだ、ね、だからあの「達磨大師」は「知らん」と。ね。<laughs> 弱もうなんか無償という表現をしたんでしょうかね「知らん」「不思議」。 このま見ながら、ただこれこれ、ただこれ、これなど、ただこれこれというやつです。ただこれこれ。無分別、無差別、素直に見る。汚れ、サングラスを入れない。理屈を入れない。聞いたまま、見たまま。ねえー、そこが三神仏の厳然しているところやと言いますね。まさにそうでしょう。赤ちゃん、三神仏じゃない。仏さんみたいですね。 えーまあ、君たちの五蔵六腑は説法も長望も法も聞けないそうですね私の胃袋が心臓がいくら一生懸命働いてくれてますがこいつはこの臨済力読めない臨済力読んでお感動もできないまた虚空も説法も虚空この空も青い空ね香りのいいバラ、ね、何でもんで ありがたい、ええもんですけれども、このものは、国空も花も、まあ、そういう説法も法も大きくこともできない。では一体何が説法聴合できるのか。ね、親切ですね。今わしの免前にはっきりとあり、肉親の形態なしに独自の輝きを発している君たちそのものだ。まあ、肉親はありますが、肉親は法を聞かない。 口も聞けない。この心の発するところが、あ言うよとかですね、かーとかですね、こらーとか、ありがとうとか言ってますが、この真心という、肉身の形なしに独自の輝きを発しているエネルギー。この、このエネルギー、私は泉、泉が湧いている、そういう感じですね。こう湧いていくんです。本当に素直に座禅していると、 こう下からですね、ばーッと力が湧いてきよう。その力が湧いてきたところで全問答する。そうすると、大体いい師匠は、うんと頷いてくれます。それ頭で考えて、ああ、ようか、こううようかって言うて言うたら、しっかり育ってこいという、見抜かれます。やっぱり、あの、師匠で偉いですね。だから、素直な自分。素直な自分で、えー、だから言うでしょ。虎の脇みたいにですね。 あのなんか自動車学校の試験の,あの回答模範回答みたいなあ「おはようございます」って言うたら通してくれるかって「おはようございます」って「真心込めておはようございます」って言ったら師匠んとこいつまずくんですね「うこいつ本気であの真心込めて言うとるから」とか、ね、<laughs> そういう気持ちであの答えを言おうと思って答えたらだめですね。本当にささよよならと真心込めてさよなら とこういう気持ち、ありがとうという感じ、おはようございますとかですね。あのそれで真心で、I love you もええですね、えー。若い時にそういう時もありましたしね、えー。まあ子供も家族も同じです。真心でいいでしょう。独自の輝きを走っている君たちそのもの、それこそ説法を眺望できるのだ。これがピカピカとスパークするんですね。これが法です。法と見によるのは、 あの法の灯みのそこの輝けと思いますけどねエネルギー思いませんかね皆あの同じように見たり聞いたり悪も、ね、あの嘘つきもあの泥棒も同じように、えー、そういう生活してますがうんまあ私は真心から感じるところが法やと思いますねところがあの詐欺をしたり、えー、そういう暴力をするような人たちは あのただ動物的に生きていてんー、聞いたり見たりはできますが、えー、そこに、えー、この、法を見ることができないと思いますね、私は。どうでしょう。こう見て取ったならば、君たちは祖物と同じで、朝から晩まで途切れることなく、見るもの全てがピタリと決まる。こうならなきません。なかなか神経つことありませんよ。 平常心これどうです、ね、そして私というものを信じていく、ねね、そして今ここをうん楽しむ楽しむというかね一生懸命勉強する時働く時掃除をする時料理をする時洗濯をする時そこをただ無心になる無念無想無心ただ今ここをビタッとじた無理になっていく放棄になりきる臓器になりきる ね、包丁になりきる。なりきるなりきると言ったらまだそれも分別心が起こしますね。無分別地がこれが法心物。無差別地がこれが化身物とか言うてますがまあどっちでもいいですね。うん見るもの全てがぴたりと決まる。ただ想念が起こると分別心が起こると情念そういうものが起こると知恵は遠ざかり。マカハンニャが 遠ざかってしまう。藩にゃ、マカハンにマカハンにマカハンにが知恵があると必ず悟りに至る。マカハンにがないと、これは悟りになれない。頭では悟れない。マカハンにゃ、彼とすると、もう大いなるものに生かされているというところが実感できる。感動ができる。ねまあ、そういうところでしょうか。 想念が受けると知恵を遠ざかり、思念が変異すれば、本体は様変わりするから、迷いの世界に人儀して様々な苦を受けることになる。損した、得した、好きや嫌いや大きい、小さい。まあ、それがすぐに、あの、純粋な、あの、こう、うん 四季重曹行四季ってあるじゃないですか。五音開空で。五音開空じゃないとあかんですね。五音開空が脱臼前に、五音がですね、あ、あの、私の好きな色。いや、嫌いな人とかですね。まあ、いろんな、もう、資料分別が出てくる。思念が変異すれば、本体は様変わりするから、迷いの世界に輪廻して、様々な苦を受ける。まあ、苦というね、四季役が、そこから始まる。 だぶど、宿役もない。反用心業は宿役もないんですよ。もう、もうニュートラルです。だから、宿役はないと言いましたけども、ニュータルのところは、自動車が動いてない。バックでも全身もしていない。そういうところを持っていると、全身もバックもできます、ね。だから、ニュータルを持っていると、いつも、あの、全身、バック、で、遊ぶ、怠ける、私は、あの、 よしとします。いや、これは仏だしとして、怠けのよくないだいや怠け、ずっと怠けられません、人間でね。そうするとニュートラルを持ってる人は、ニュートルに戻せます。あ、ちゃんと私、元に戻そうという力が湧いてきます。苦しい時も悲しい時も腹立つ時も、ニュートルに戻せますし、だらける時もニュートルに戻せますから、そういう同じ説法で申し訳ないですが、それしかないんですね。しかし、わしの検知に立ったなら、 このままで極まりなく深淵。どこまでもズバリと下脱だ。という感じです。かっこいいですね。まあ、時間になりました。長くなりましたですね。えー、まあ、もっともっとね、おしゃべりしたいんですけど、これぐらいで終わりましょう。えー、定大伝報行きましょう。